やっぱり嫌。どんなに幸せな世界でもカケル君がいない未来なんて絶対に絶対に嫌。おそらくは筆使いの炎。夏彦、奴のリセットへの強い拒否反応のせいでその能力が暴走している。小春さんたちがあそこに。違う、あれは私の望んでいる未来なんかじゃない。これがリセットってやつ。随分と騒がしいね。いや、始まってもいないよ多分ね。え、正宗どうなってんだよ。これを見ろ。まだ島の上空じゃん。リセットはされたのか。いや、おそらくあの光景はリセットの真偽のためにアイオンから俺たちに送られたメッセージだ。え、本物じゃなかったってこと。まずい、イレギュラーが起きた。島のシステムとノルンの間でエネルギーの逆流が起きている。このままだと崩壊するぞ。嘘だろ。とにかくすぐに皆を発着場へ集めてくれ。分かった。君はずっと守ってくれていたんだね、僕のことを。俺も同じだよ。小春やみんなと少しずつ分かり合って旅を続けてきた。その記憶をこのまま大事に生きていきたい。君が俺の弱さまで受け入れてくれたから、孤独で辛かった頃の思い出も含めて今の自分があると思えるようになったんだ。カケル君、これからは誰かが作った世界じゃなくて自分たちで未来を切り開いていきたい。君の炎は俺を燃やしたりしない。二人の未来を照らしてくれ。一緒に生きていこう。愛してるよ。